皆さんこんにちは、ツコミゴートです。今日は特別にドラムのレッスン日本語でしてあげます。この前このチャンネルが1000人の登録者達成した時にバケツドラムのレッスンしましたんで、そしてまた1万人突破しましたんで、ちょっと前の話なんだけど、1万人の登録者になったんだから、またドラムの動画を日本語で作りましょうということで、今日はダブルストロークについてのレッスンです。これですよ。で、俺は結構YouTube にドラムの映像とかバケツドラム叩いてる動画とか上げてると、結構コメント欄でなんか手が動いてないに見えるなのに速いリズムが聞こえるっていうようなコメントがたくさんあって、そんな手動かしてるように見えないけど速い連弾が続くとか、そういうコメントがあって、でその手があんまり動いてないのにたくさんの連弾が出てくるのがダブルストロークルールだと思います。気持ちは一発なんだけど二つの音が出ます。こんな感じです。その叩き方はですね、片手2発ずつ叩く感じです。右、右、左、左で、一発目は手首から叩きます。で、ドラムスティックが跳ね返って、2発目は指を握りしめるように掴んで2発目が出ます。1発目、2発目、これで手首の一つの動きで二つの音が出ます。俺ダブルストロークロールの練習始まる前にいつもこれやってます。このドラムスティックが跳ね返るエネルギーって言ったらおかしいかな、まあ一発叩くと思いっきり跳ね返ってくるから、それをうまく利用して2つの音を出すためにこれでワーミングアップします。でシングル叩きます。でダブルに移ります。一発の動きで2発が打てますような感じです。これはダブルストローク。これはバケツでもドラムセットでもとても便利なルディメンツだから、ぜひ練習してください。それは今日のレッスンです。1万人の登録者ありがとうございました。で、まだ登録してない人たち今すぐ登録してください。じゃあねー。